ダイのキング2とは2003年12月にタイトーが発売したマス型のプッシャーメダルゲームである。ダイの中心にティラノサウルスの模型が設置され、内装、液晶演出、メダルの払い出し方法など、すべて恐竜をモチーフにしている。本作はダイのキングの正当な続編作品であるが、前作についても本校で記述する。フィールド上にある、 スロットチャッカーにメダルを入れることで、液晶画面のスロットが回転し、絵柄が3つ揃うと、メダルが払い出される。また、ボーナスゲージを満タンにすることで、ボーナススロットが発生する。ここで EX を当てることで、大量のメダル払い出しを獲得することができる。液晶画面のスロット絵柄は1から5、L、緑 D、青 D、赤 D の9種類があり、それぞれの絵柄によって、 メダル枚数、払い出し方法等が異なる。詳細は以下の通り。このゲームはジャックポットがある。緑 D、青 D、赤 D のいずれかで揃うか L のゲームクリアで、フィールド横にある卵ランプが一つ点灯し、これが七つ点灯することで、ジャックポットとなる。ジャックポットになると、ジャックポットボリュームアップゲームが発生し、 そこで獲得した枚数とジャックポット基本枚数を合わせた枚数が払い出される。最高配当は200枚、最低配当は100枚である。フィールド下段中央にある赤い穴にメダルが落ちるとボーナスゲージが溜まっていき、満タンになるとボーナススロットが発生する。50枚、75枚、100枚、150枚、EX と書かれた岩のうちどれか一つが選ばれ、 その枚数のメダルがフィールドに払い出される。払い出しは通常、フィールド横のトリケラトップスの口から行われるが、EX のみ、中央のティラノサウルスの口から払い出される。EX の枚数は、中央ティラノサウルスの足元に表示された枚数であり、メダルを投入することで増加していく。どこかのステーションで EX が出た場合は、初期値の枚数に戻る。 75枚以上ではメダルを入れて応援が発生する場合があり、この場合は決められた枚数のメダルを制限時間内に投入することで、その岩のメダルを獲得することができる。制限時間内にメダルを投入できなかった場合は、その岩より少ない岩になってしまう。岩を止める恐竜によって、メダル枚数の期待度が異なる。恐竜別の主な期待度は以下の通り、 ボーナススロットが終了すると、次のダイノ・フィーバーの継続期間の抽選が行われ、その結果の恐竜が表示される。恐竜別の継続期間は以下の通り。前作、ダイノ・キングのシステムやゲーム内容については、ダイノ・キング2ほぼ同じだが、愛の主な特徴は以下の通りである。左、ダイノ・キング・キッズ・ミニ、ダイノ・キング・バトル。ありがとうございます。